はい、皆さんこんにちは、アチでございます。88ザナドやっていきましょう。確かね、これレベルですよね。ウェポンレベルがあるんですよね、経験値がね。えで、いやもうね、大丈夫かなとね。ちょっと待って、なんか今変わったよ。あ、切り替えてんのか。あ、で、エクスペリエンス。あ、これが経験値か。ちょっと待ってね、もう一度。インベントリーで経験値か。シールドを持ってんの私。グローブス、クロス、ニードル。ニードルがシールドなのひょっとして。あ、ニードルはあれか。わかんない。スペクトラクト、っていうのが魔法な気がするんですけど。まあ、とりあえずシールドは買えそうなので、シールド買っていきましょうかね。シールドってなんか登ったとこにあった、登り切ったとこにありましたよね。下りきってんですけどね。ああ、インヒーラー、いやヒーラーはまだ大丈夫ですね。ああここ来てるんですけどね、もう、ああなんでしょう、なんでしょうね。あ、テンプルだ。道が覚えきれない。やっちゃおうか。あ、ちょっとやっぱりちょっとやめ。だってレベル上がってないからね。まだ上がんないから、1500超えてんだよ。ああ、エンターショップテンプル、確かテンプルで間違いないと思うんですけどね。宿屋に泊まるとかそんなんじゃないもんね。フードイン、うん、宿屋、ウィザードリーじゃないから宿屋じゃないね。え、それかちょっと宿屋も入ってみましょうか。はい、1ゴールド、10ゴールド入れときましょう。うん、上がらないもんね。あー、これ覚えてる。あー、88ゴールド、要はマックスにしてくれるというところでしょうね。これ、あ、でもこれもう上がれないのか。上がれないんだね、ここまで来ちゃうと。あ、でもここから上がれるのか。ね、なんか斜めにすると上がれちゃうんですよね。よくわかりません。これはどこ？もう骸骨やってみようか。ここまで来たら。いけそうな気もしてきたもんね。あ、上がれないのか、これ。なるほど。で、うん、骸骨挑戦しちゃおうか。うん。骸骨いけたら、もうフードが減っていく一歩だもんね、これね。ああ、でもこれあるわ。これどこ？エンタークローズド。あ、鍵か。ヒーラーズ。ああ、結構広いんでね。あ、コウモリいた。コウモリとこ行きたいんだけど、あ、行ける行ける。あ、さっきここいたのに。あ、いたいたいた。あー、コウモリやっつけよう。ちょっと早くレベル上がんないと。あ、そうだ、レベルが、あ、そうだ、自分のレベルとダンジョンのレベルの差が大きいといいんだっけね。じゃあ、あの、ステータスが上がりやすいだっけ、なんかそれ思い出した気がします。だからこれ、フードを消費するんで、ずっとぼーっとしたらゲームオーブ積むんだよね。いずれ。ねえ。で、こう。あ、ここ上がれないのか。上がれないのね。まだレベルが上がらない。2000、とりあえず2000コスまで頑張ってみましょうか。あ、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。ちょっとごめんなさい。とりあえずね、とりあえずレベル上げろって書いてますんでね、レベル上げに行きましょう。一撃じゃ無理だったのか。
い。ザナドゥといったらあれかな、ドラゴンスレイヤーもちょっとはできるようになるのかな。ふと逆だけどね、順番ね。あー、これダメなやつだね。あ、違うね。だから結構先進んでいくとレベルが上がった時レベル1まで戻ってきて上げた方がいいっていうのは記憶にありますね。あららららら、あ、ドクロさん行っちゃいましょう。おお、完全に追っかけて、あー、来るなー。ああ、スペクトラルズっていうのはおそらくですが、おそらくですが、あれだと思いますよ。魔法じゃないかな、さっき私が使った。いる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 。あ、ちゃ。よし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 、こっちから行くべきだね。でこうやって行って、宝箱を有効に使った方がいいんだよねこれね、おそらくね。とりあえずスモールシールドは手に入れないと、レベルが上がろうが上がる前が。シールド屋さんどこだろう、見たんだけどね、シールド屋さん見つけたんだけど、あ、そうか、シールド屋さんでシールド買ってたら骸骨でもいい勝負できんだね。あー、しまった。あー、これ無理だな。あ、どこだシールド。どっかにね、ガーンって登ってたとこにあったんですよ。これウェポンだもんね。うん、下の方だったかな、下の方に見えた気がしたけどね。うん、言われてみれば。あ、これかな。あ、これだ。で、スモールシールド取る？あら、取る？買わないのか？取るのか？取るって買ってるね。あ、その前に鍵を買えるだけ買ってもいいと書いてますね。何買えますか？鍵なんか買えます？あ、グローブがシールドになってるのか。なるほど。わかりました。ちょっと待ってください。おー、ちょっと待ってー。あぶな。勝てる気がしない。あ、逃げられない。あ、そうか、こうやって逃げたらいいんだ。後で来ますから。ちょっとね、レベル上げろ。2000かな。ここにね、あれがあるそうです。スモールソード。でもあんまりうろちょろしてるとあれがなくなっちゃうんだよね。困ったな。弱い敵が出てこなくなってきた。うわ、あ、100だ、ファイアエレメント。これ勝てんじゃない。あ、勝てるわ。あ、勝てる勝てる。なんだ、なんだ、ファイアエレメントそんな強くないんだ。あ、ニードルが魔法なのか。あららららら。あ、こっちでいいのか。ここで入れる。あ、おお。ええー。あ、行けた。ええー、ちょっと。え、アイテムどうやって使うのこれ。アイテムどうやって使うんだ。出たいだけなんだけど。え、私下から来たでし
下から、あ、これか。あー、なるほど。おお、すごい早い。おお、じゃあ早速取りに行きましょう。縦長の塔と、あー、ちょっと嫌だけどね。よいしょ。来ないかい？お、来た。よし、来た。おー、来た、来た、来た。こっちから行った方がいいかな。早くシールド欲しいね。これランプいつ使えばいいんだろう。ああ、もうここら辺の敵になっちゃうとあれなんだね。寄ってくるからなかなか難しくなるんだね。ちょっとヒーラーのとこ行かないといけない。うわー、追っかけてきた。あー、ちょっとヒーラーのとこ行きましょうか。1800か。まだたら、まだかな。待ってね、これ、あと1500でしょ？ 1500 だったら、え、88で。88ゴールド。800。100ゴールド、ヒットポイント10が1ゴールドでしょ。あ、88も貼らなくていいわ。こっちの方が安いね。だから 11TP が1ゴールドポイントなんで、50で500でしょ。100で1000か。あ、あんま買わないか。減りまくったらヒーラーの方がいいのかな。うん、でももうちょっと頑張るよと。いや、でももうちょっとあんま頑張りたくないね。あ、でも頑張るか。これね、セーブの仕方がね、わかんないというか、セーブできないのかな。セーブがね、ちょっと困っちゃってますね。お、ちょっとね、骸骨、あー、でも仕方がない？ いや、そんなことないね。いけたね。まあ、もうちょっとおろちょろしましょうか。あれ？あ、ごめんなさい。ちょっとね、今。フードは大丈夫か？ 500 あったら。ウェポンも、まあいいですね。あ、ここにね、ここに、うわ、強そう。あ、でも勝てるね。あ、勝てるね。あ、思ったより。経験値が一気に増えた。2000超えたから、これまた入っているのかな。あ、いないね。あ、やっぱ敵あれか、ダンジョンの敵はもう固定なのか。これで経験値が入らなければちょっとショック、これでレベルが上がらなければちょっとショックですけど、まあ、逆にヒーラーのとこ行ってもいいということだね。これだったらね、確かこっちだね。あれ、こっちじゃなかった？テンプル。あ、そうだ、ここだ。あら。ダメだってさ。じゃあ、頑張るか。お、もうに、これスケルトンのが強い気がしてきた。ちょっと待ってくださいね。これフード減るのかな、動かなくても。フィールドな、この画面になってたら減るんだろうね、きっとね。
じゃあ今のとこはね、レベルが上がらないんで、とりあえずこれでじゃあ88ゴールドポイントで戻るのかな。ほう、イエス。お、すごい、こっちの方が暗いすぎるとこっちの方が安いんだ。じゃあね、私ランタン持ってたでしょ。ユーズじゃないのか。どうやってアイテム使うんだろうね。あー、おシフト？あー、セーブの仕方がわかりません。あ、イクイップがいいか。あー、で、これがインベントリーね。おー、アイテムを使うのはどうするんだ？イクイップで使うのかな？ウェポンでしょ？ M ってなんだろう？で、アーマーシールド。あ、アイテムか。これで使うのか。あ、了解です。わかりました。じゃあ、スモールシールドと、剣を手に入れに行きましょう。ただね、私ね、もう方向音痴っていうのもあるんですけどね。絶対覚えてないんですよね。どこだろう。ここじゃないね。シールドはね、左の方だったと思うんです。あ、シールドじゃない。剣はね。剣は左の方だったと思うので、彼がいるのか。まあ、シールドより先、あれだね。攻撃は最大の防御だもんね。あ、でもここか。まあいいか。はい。で、ちょっと待って。あ、違った。ここじゃない。あ、フードもらいましょう。いや、どうなんでしょう。あ、時間来ちゃったね。今のとこね、警戒してるほど怖やばくないんで、大丈夫なのかなと。安心していいのかどうかね、わかんないんですけどね。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。88だなど終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。